明日は試合、約2ヶ月ぶりの 100m のレース。怪我で苦しんだ前半シーズン、秋シーズンどうにか爪痕を残したい。怪我は完治したわけではないけど、練習は詰めている。今シーズンの中では一番状態はいい。条件次第では明日10秒8台を狙う、そのくらいの出来だ。さあ頑張ろう。まあ、追い風では走れそうだから10秒台ではゴールできそう。今シーズン初の10秒台出るといいけど。いいとこなかったから、ちょっと一回落ち着いてからまた話します。バイバイ。先ほどもありましたが、結果は10秒68。ごめん、これは嬉しい、むしろ良すぎるかなと思っております。自慢していいほどのそこまでのタイムではないかなとは思いますけれども、今シーズン間違いなく一番良かったレースであると言い切れます。10秒68という数字は TKD 史上、いや武田修平史上最速のタイムであることも間違いありません。ここで視聴者の皆様に共有したいことがあります。今回の追い風参考記録をあまりバカにしてはいけないということです。一つの見解として聞いていただければなと思います。まず1点目です。10秒68というそのタイムで走ったという事実、これが非常に重要になっています。どんなに風が強くてもそのタイムで走るための筋力とスキルは必ず必要になってきます。僕自身限らず、皆さん追い風参考記録だったではなく、皆さんも自慢するほどのものではありません。公認記録にはならないからです。ですけれども自信にしてはいいです。簡単な例になるんですけれども、桐生初めて9秒台で走った時は追い風参考記録でした。風も4メートル近い強風の中で走ったタイムだったんですけれども、公認で9秒台をマークしたのもその後でしたね。ですのでおいさんであれ、そのタイムで走った事実というのは皆さんこれからぜひ自信にはしてほしいなと思います。まさに次につながるレースと言っていいのではないでしょうか。2点目です。追い風参考記録で風が強かったり、逆に向かい風でも結構です。天候が悪かった時に自分の力があまり分かりづらい時ありますよね。競技場で測られている風速が間違いなく正確な記録ではあるんですけれども、レースで自分にどこまでの影響が出たのかっていうのは正直分かりかねます。そんな時相対的に見ることが大事になってきます。周りと比べることが非常に大事になってきます。今回で言いますと、僕が走った組は圧倒的に僕より格上の選手が多くいらっしゃいました。エントリータイムも組の中では僕が一番下で、一番速い方では10秒5台の選手がいたそうです。そのような選手がみんな10秒4から10秒6で走っていた中での僕の10秒6っていうのはどう考えてもいいと言えます。陸上はあくまでも自分との戦いというところが多くなってきますけれども、このように他の選手と自分との結果を照らし合わせた時に自己分析の中では非常に大事なことになってきます。ということで今回は自分の分析というか追い風参考の話が非常に多くなってましたけれども、今回の追い風参考での10秒68というタイム、自分史上最速のタイムということですので、本当に自信を持ってこれからも頑張っていきたいと考えております。今9月末ですけれども、10月上旬に今のところ試合を3つほどエントリーする予定ですので、そちらで公認記録で自分の目標を達成していけるように頑張っていきたいと思います。ということで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。